ハロー、ハグモーニング、おはようございます。ひろきながさ YouTube チャンネルでございます。今日はね、ちょっとね、一つお伝えしたいことがあります。もうすでにね、察してる人はいるのかもしれないですけど、あえて一回明確にしといた方がいいかなと思って、今日はビデオを作ります。この YouTube チャンネルの一つの柱となっているドローンを使った波情報のライブ配信なんですけど、これね、最近アップするのをやめてます。最近のね、コロナウイルスのこともあり、ちょっと自粛しようかなと思ってます。楽しみにしてくれてる人がいるのもよくわかっているんですけど、これはね、やっぱりちょっといろいろ考えた末、なんだろう、今波がいいよとかね、いうのもあんまりふさわしくないのかなと思って、一応一回止めます。そうだな、ちょっとこんな暗く言っても、こういうニュースを暗く言っても面白くないよねなので、ちょっと明るいバージョンで言ってみますか。明るく休止宣言してみます。ということで、ドローン波情報一旦休止。こういうことを暗く伝えてもしょうがないじゃないですか。明るくいこう、明るく。はい。Live Creative。でも他のコンテンツはやります。バリバリやります。ドローン波情報だけね、ちょっとの間辛抱ください。ちなみにこれだけは覚えておいてくれ。おそらくですよ、このひろきながさ YouTube チャンネルが日本、いや世界で初めてドローンを使った波情報のライブ配信をやったチャンネルです。マジ早かったんだからつうか、他やってるとこあるかな。まだあんまないんじゃないのかな。ちょっとそれだけは覚えておいて、一旦休止するけど、ここ本家だから、本家ね、茅ヶ崎の波情報でドローンでライブ配信で実況中継、ひろきながさ YouTube チャンネルね、こういうね、他にもどんどん企画を作っていきます。これからも今新しいのも考えてる。ブレスト会議、お題をもらってね、クリエイティブディレクターとして広告の仕事なんかをやる同じ手法をライブ配信とかで課題解決ので、これからも応援よろしくお願いします。そしてドローンライブ配信、ちょっとの間休止するっていうことだけ覚えておいてください。でもね、復活するから必ずね。ということで、マハロー for another beautiful day and see you later. Bye for now. じゃあねー。バイバイ。We'll be right back.